けてよかったな。世界の悲しみが全て見えてしまったら、僕ほどほど生きていけはしながら、うまいことできた世界だ、嫌になるほど。それなのに人は何日迷ったか、わざわざ広いこの世界の至るところに、出て胸に目つけてあった子だと、僕は僕の悲しみで精一杯など、見ちゃいけないなら僕がいけないなら、針と糸すぐほら持ってきてよ、咲いてしまうから塗ってしまうから、最後にまとめて全部見せてよ。ああ近い地で会うために今日も僕はね、100から99もばって生きてるんだと、名の知恵てと頼んだ覚えはないのに、いいからほらもう黙ってて言わんのバカ。見れば今のあなたは、どれだけかくかくしかじかと言われましても、下に下変えるって喜びゃいいの。僕は僕の悲しみも憂いちゃいかんとさ、泣いちゃいけないなら僕がいけないなら、涙腺などとにきっといてよ、生まれた時さへそののわにさ、その全ての世界の陸地を通してあげるから、塞いであげるから、僕が君を守ってあげるから、逃がしてあげるから、その目から涙がこぼれることはないから。そりゃいろいろ忙しいと思うけど、雲の上で何をボケっと突っ立ってるのさ、この板叱るのが務めなんでしょう、勇気を持って拳を出して好きなようにやっちゃって、見なきゃいけないなら僕がいけないなら、まぶたの裏にでも貼っといてよ、生まれた時さへそのの前にさ、そうまでして逆らいたいなら、僕が嬉しい時も気持ちいい時も瞬くたび突き落としてよ、そうでもしないととてもじゃないけど、僕は僕をやってらんないんだよ。ああ、叫び声が全て聞こえてしまったら、僕ほどほど息ができないから、
僕は僕を幸せにする機能でいっぱい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 見ちゃいけないなら僕がいけないなら僕らの元にも次の命が宿った時はへそのの前にさその全ての世界の入り口をどうせ開けるから塞いであげるから僕が君を守ってあげるから逃がしてあげるからその目から涙がこぼれることはないから林健志郎でした。まだ今から次の人に交代するんですけど。